さあやっていこう。皆さんこんにちは。今回は前回前々回に引き続きグロインペイン、股関節の痛みについての動画です。前々回は一番最初はストレッチ、2つ目、前回は可動域、今回は予防トレーニング編ということで、ストレッチだけではなく予防、やっぱりトレーニング、筋トレみたいなところもやっていかないと治っていかないです。そういったところも鍛えてあげることでグロインペイン、股関節の痛みっていうのはなくなります。なので今回はそういったトレーニング紹介していくので、ぜひ最後まで見てください。あとチャンネル登録忘れずにお願いします。そしたらまずめちゃめちゃ単純ですがスクワットしていきます。スクワットはお尻であったりもも後ろを効かせるために行います。でゴムチューブがある方はぜひゴムチューブを膝の上もしくは膝の下に巻いてやってみるともっと効果的です。でスクワットやるときに注意してほしいのが、しっかりお尻から落としたい。で膝がなるべくつま先より前に出ないように、お尻ともも裏を意識してやってみてください。2つ目はボールを使います。ボールがなくても家で椅子とかでできるので安心してください。横に向いた状態から上の方の足をボールの上に乗っけます。この状態で左足も上げてあげます。そうすると内転筋、ももの内側が張ってくると思うので、この状態でキープ、この姿勢作ってください。この状態からかかとだけ地面につけて、かかとからお尻を上げる。でこの次にさらにレベルアップすると、片方の足をもう一方の足に乗せて、この状態でお尻を上げたり、4つ目は体を真横に、この姿勢作ってください。でこの姿勢から上の方の足をつま先を上に上げます。つま先を上に上げて足を上げる。最後に今の姿勢、さらに同じ姿勢を作ってもらって、今度はつま先もまっすぐ向いた状態で、今度は前に足を持ってくる。前に。以上の予防トレーニングを実際にやってみてください。見るだけで満足するのではなく、実際に少しでもいいのでまずやってみてください。そして
継続を必ずしてください。ということで、前回前々回引き続き3本立てでストレッチ編、可動域編、予防トレーニング編というのをご紹介しました。でこういった僕の経験から基づいたトレーニング方法であったり、実際に僕が行ってきたようなトレーニングガンガン紹介していくので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回の動画で。